オラノザマサコ。フルー将軍か。オラと戦ってみっか。はい、格闘家の熊澤です。今日の動画はですね、多分熊澤チャンネル史上最大の、最強の戦いになるんじゃないかなと思ってます。ですね、まず、もう早速なんですけど、久しぶりに登場して僕の、はい、大先生ゲスト、じゃあブルーさん来てもらっていいですか。わっやばいですね。ちょっとキレがありますね。はい、今日はシロッペはいないんですけれども、ブルーさん、最近沖縄のレジェンドの、私はリンキューブルースリーです。具志堅用高さんとコラボしたんですよ。いいね。いや、突き指しました。さすがですね。親指がちょっと待ってください、今飛んじゃった。そう、具志堅用高さんとコラボして、でその後ジークンドーじゃない、テコンドーの大会でも優勝してましたね。はい、でこの沖縄最強の男ブルーさんと今日ちょっと対決してほしい方がいて、これまたですね、本当ブルーさんには申し訳ないんですけど、僕がもう幼少期の頃からもう本当に大好きで、その男になりたくて格闘技を始めたんですよ。でその男になりたくて試合に出るときは金髪にもしてたんですよ。もうその方が今日来てくれてるんで、もう本当に東京から来てくれたんですよ、この撮影のために。はい、じゃあ早速呼ぼうと思ってます。じゃあお願いします。おっす、オラノザマサコ。ロゴンボールの三角の声でおなじみ、おっとし85のデーベテランだ。今日よろしくな。よろしくお願いします。ちょっと、うますぎませんか。そんなことないですよ、もう野沢雅子なんで。もう、はい、もうあとはもう見てる視聴者さんがちょっと判断してほしいですね。ペロテンさんという名前で、YouTube もしてるんで。そうなんだ、俺はもう YouTube ピャってくから。ちょっと圧に押されてますブルーさん。なんだおめえ。ブルー将軍か。レッドリボン軍か。俺と戦ってみっか。ちょっとブレーキ、実は僕とコラボする前に、はい、なんか地球を守るような戦いがあって、なんかどこか負傷してるって、はい、そうなんだよ、まさかビルス様より強いやついったわな。ほら右腕持ってかれちまったぞ。どうすんだこれ。右腕は今どれくらいのレベルなんですか。こっちはガチで。こっちはいやもうガチ、これ以上伸びないっていうか、もう人体が切れちゃってて。あいつも地上最強の人だから、一応バキの、はいはい、王がだからもう、はい、おたげに最強対決みたいな感じになって。いやーこれもうあれっすよブルーさんね、ブルーさんが最も得意としてる手を使わない足だけの競技で今日ちょっと戦えるんじゃないですか。足だけだったらちょっとできるんですか。もう足だけだったら、だったらね。もうじゃあ早速なんでブルーさん対悟空で、もう足だけでちょっと30秒ぐらいでね、やっぱ見ている方絶対見たいと思う、この人が強いかどうかを。オラがわざわざブルー将軍のためにブルー将軍だから足だけで戦えっつうか、よっしゃ行っちゃってみっか。やばいっすね。サンキュー。沖縄に住んでほしい。じゃあ早速、じゃあちょっと準備しましょう。はい、じゃあドラゴンボールでジャンプしましょうか。じゃあいきますよ、せーの、オラーヤ。はい、ということで夢の対決ですね。熊澤チャンネルでは普段見られない
あのプレミア動画ですね。琉球ブルースリー対、はい、世界の野沢雅子、まあ、悟空ですね、のちょっとキックルールでのスパーですね。はい、じゃあこのパフォーマンスを皆さんぜひ楽しんでください。じゃあ変わりますね。よーい、スタート。カメハメハ。習いたいこととかってなんかもしあれば、まあなければここで格闘チャンネルちょっと終了して次のシリーズのやつまた撮ろうと思ってるんですけど、はい、なんかあります？やっぱり一番熊澤選手として印象に残ってるのはやっぱりあのタナロレンツェを VS 熊澤選手ですね。やっぱりあの時の最初のあのパンチが当たったじゃないですか、はい、あれで多分鼻血を出して、はい、あれが怖かったって本人言ってたんですけど、あれの、あの入りっていうのはあのやっぱり武道的なこう線をずらす入りだったんですよね。あ、すごい本気の質問です。あ、じゃあここちょっと真面目に答えましょうね。ちょっと話長くなるんですけど、まあ、あの試合 の, あの最初の一発目っていうのはもう試合前から狙ってて、あ、そう、軸をずらして打つっていうのはもう狙ってたんですよ。狙ってたんですけど威力がまだ足りなかったんですよ。はい、で、まあ、結果の試合負けてしまって、はい、その後にその空手の、内の顎で拳正拳のことティジ君って言うんですよ。はい、ティジ君の先生に出会ったことによって、はい、当てるのはうまかったんだけどそこに威力を乗せるっていうのをその先生からちょっと学んで、あ、でこれもちょっと面白いんですけど、あの例えばブルーさんこっち来てもらいました。例えばボクシングだと やっぱ筋力なんですよね。後ろにある重心を前に持ってきて腰を入れて打つと、はいはいはい、けどこの空手の重鎮たちに会えば会うだけ、はい、拳は握るなって言うんですよ。腰は回すなって言うんですよ。へ、肘もここのラインよりも引くなって言うんですよ。はい、要はここから出しなさいって言うんですよ。で握るのも当たってから当たって中に入ったら自然と閉まる、だから握るんじゃなくて閉まるんだって言うんですよ。はい、でここからは、メンバーシップの人にはちょっと話してることなんですけど、その先があったんですよ。そう、その先があって、はい、拳は握らないで平、握らない、握らないで平、はい、空手が沖縄にできる前に沖縄にあった技術が T という技術で、はい、その T という技術と中国から来た中国拳法が合体したのが空手だと。あ、ではその空手になる前に沖縄に存在した T っていうのを重鎮が何か知ってるんですよ。あ、知ってて、はい、じゃあその T が何なのかっていうのを調べていったら、はい、まだその先生が健在しててちょっと学んでるんですけど、この T っていうのが面白くて、漢字で手って書く。ゼロテンさんがその見したい、はいはい、そうゼロ距離なんですか。そういうのは、そうなんですよ、うん、それはまた、うん、じゃあのオラのチャンネルの方で、あ、 OK です。じゃあこっからはあのペロテンさんのチャンネルでそのウェブパンチ、ゼロパンチ、そうです、ゼロパンチのゼロインチみたいになっちゃうんで、あの、はい、ウェーブの、まあ、ウェーブパンチっていうのもありますね。ゼロ距離戦闘術っていう、あのちょっと軍隊的な、そう、ちょっと熊澤チャンネルを見てる方で、はい、この
ね。多分知ってる方多いと思います、はい、ちょっと見たい方はこの後ペロテンさんのチャンネル行ってください。あの概要欄に書いてますので、絶対来てくれよ。